こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。大家兼不動産屋の広田です。今日はですね、はい、こんな大家はダメだということですね、はいはい、ダメ大家さんシリーズということですね、はい、久々にやっていこうかなと思うんですけども、ね、はいはい、これ広田さんね、こう管理会社の経験もあるので、はいはい、こんなやつダメじゃないかっていう、はいはいはい、ちょっといらっしゃったらですね、ちょっと、はい、教えてもらえたら、まあ、結論から先言うと、即答できない親さんちょっと嫌われちゃうかなっていうところがあって、うんうんうん、で例えばこれからなんか繁忙期なんで問い合わせ増えてくると思うんですけど、まあ、管理会社さんから親さんにね、まあ、今入居者さん来てまして、うん、希望者さんね、うん、来てまして、あと1000円値引きしてくれたら入居申し込みするって言ってくれるような問い合わせ来ると思うんですね。その時にうーんって言ってね、そのちょっと待ってくれるって言うと、ちょっとそこでもうバットアウトなんですよね、うんうんうん、この問い合わせしてる時にそのお客さんここにいるんですよ、待たせてる、待たせてるんですよね、待たせてるんですね。その時に、うん、負けてくれ、うん、明日返事するではですね、答えになってないんですよね、うん、でそれが明日返事する1000円が OK っていうか、うん、ノーっていうかどっちでもいいんですよ、うん、ね、もちろん OK の方がいいんですけど、ノーでもいいんですよ。そこで結論を出すっていうことがすごく重要で、うん、でこれ管理会社とかですねにしてみると、その大家さん問いかけしても、ね、すぐ帰ってこなかったらもうイラ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 しちゃって、逆に言うともうそういう物件だと、いやこれ無理ですねって言って問い合わせすらしてくれなくなっちゃうんで、だから本当に即答しない大家さんって結構こうダメというか損してますよね。損してますね。そうですよね。そう、損してるんですよね。で逆にそれ何を考えるのかって話ですよね。だから 100% その即答できるわけで難しい問題もあるかもしれないんですけど、大体はですね、値引きしてくれとかですね、あるいはその使用用途、ここは住居だけど倉庫として使っていいかっていうようなとこなんで、ある程度もう決めといて、うん、そうですね、なんとなくそのちょっと考えさせてくれっていうか、なんかその時間を置きたいっていう方の、そうそうなん、まあ、気持ちは分からんでもないんですけども、でもここも本当チャンスを逃してしまうっていうところですよね。あとやっぱりこういった金額面であれば、やっぱり打ち合わせしておくべきですよね。そうですね、管理会社さんとある程度ここまでだったら1000円2000円ぐらいだったらある程度いいですよみたいな感じ ですね、ちょっと決めておくべきかなというふうに。特に家賃のね、値引き幅もそうですし、あとその修繕もね、例えば1万円以内とか5万円以内とかはね、もう即やってあげてくださいっていうふうにしとくと、やっぱり入居者さんの方の満足度も上がるんで、そこでやっぱりこうね、止まってしまうっていうか、仕事が管理会社としては一番困るし、お客さんというか入居者さんとか、そのお部屋探してる人に対してもなかなかこうマイナスに働いてしまうんで、やっぱ即答するってすごい大事かなと思います。それができない人はちょっと厳しいかなと思います。そうですよね、はい。なんでやっぱりそこも私も修繕もですね、なかなかこうね、一個一個の修繕で電話かかってくるの大変なので、もう5万円いかないでさ、もうやってくださいと、もう任せますみたいな感じで、もうある程度こう決め、基準を決めておくっていうところ、それは家賃も一緒ですよと、そうですね、いうところで、いかにですね、やっぱりスピーディーに応対していくかというところ、それがやっぱりこうマイスケにつながるんじゃないかと、本当そうです、はい、思ってますので、ぜひですね、そうならないように、はい、もうちょっと戒めて、この動画で戒めていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、はい、では今日は以上となります。どうもありがとうございました。